こんにちは、アトピークラブレノアです。今日はアトピーさんのファンデーション代わりにもなる紫外線対策をご紹介します。実際私がこういうアトピーの辛い時にも、やっていた方法です。アトピーさんのお肌はとってもデリケートです。バリア機能が弱っているので紫外線対策はもう必須です。こう皮脂の中に、お肌の表面ですね、皮脂の中にはウロカニン酸っていう物質が入っているんですけれども、それが紫外線を吸収してくれて体を守ってくれているんですが、この皮脂の多い油状の人はウロカニン酸が多くてシミになりにくいんですが、アトピーさんみたいに皮脂の少ない人、潤いが足りない人っていうのはウロカニン酸が少ないのでシミになりやすいっていう可能性があります。じゃあ紫外線対策をしようって思った時にですね、アトピーさんのお肌っていうのは SPF などのこの表示のある強い紫外線防止を使うと、こうかぶれたりとか、かぶれたりとかする原因になることもあります。実際にそれがこう引き金となってアトピーになったっていう方もいらっしゃいました。なので今日はお肌に優しい安心安全な紫外線対策をご紹介します。こう曇りの日でも冬でも紫外線っていうのは常に降り注いでいますので、しっかり対策をしていきます。いつもの朝のスキンケアに紫外線対策を足します。いつもの朝のスキンケアはレノリアミスト、レノリアエッセンス、レノリアデイクリームです。そこにスキンケアパウダーを使います。ではまずレノリアミストをいつものように顔にやっていきます。4プッシュしてなじませます。で、乾燥がする方はもっといっぱい顔に塗ってください、はい、で、馴染んだら次エッセンスですね。2,3,4,4プッシュです。で、これも全体に塗ってください。で、次にデイクリームです。デイクリームは紫外線対策のできるクリームですね。だいたい1円玉よりも少ないくらい手に取ってください。一般的な SPF の表示のある、強い紫外線クリームっていうのは、その紫外線防止の成分が、アトピーさんのお肌には、とても刺激的になります。で、さらにそういう強い成分のものって、こうテクスチャー、触り心地が硬くなって伸びが悪いクリームになってしまうので、伸びを良くするためにさらにケミカルな材料を入れているので、アトピーさんのお肌にはなおさら刺激になってしまいます。で、このレノリアデイクリームはこう紫外線防止の成分は少ないんですが、こう肌に自然なこう柔らかさがあり、アトピーさんのお肌にも優しい紫外線対策のできるクリームを研究して作られたクリームになっています。これを全体に伸ばしていきます。デイクリームが塗り終わったら、このスキンケアパウダーを、顔に塗っていきます。スキンケアパウダーは傷や赤みのある時や、こうファンデーションを塗りたくない時、肌がの状態が辛くて塗れない時などにもお使いいただけますし、こうメイクの仕上げにこう薄くなじませることでお肌の明るさを増しながら、こうファンデーションを落ち着かせてくれます。さらにこう赤ちゃんの汗もとかおむつかぶれにもお使いいただけるくらい、優しいものになってます。ではちょっとやってみます。この化粧、お顔に使うときはメイクの筆でやってください。なるべくこの毛束が多い方がいいです。で、パウダーを取ってもらって薄くやっていきます。で、一度にこうつけすぎてしまうと白く真っ白くなってしまうので、こうやってつけて落としてから塗ってってください。はい、こんな感じですね。で、顔全体にやってください。この
キラキラしたパール材がこう天然の鉱物です。この鉱物がこう太陽光を散乱させたりこう乱反射させることで紫外線防止になります。この2つの紫外線対策のできるアイテムを使って、上手に紫外線対策を行ってください。夏場は汗などで流れやすいのでこうこまめに塗り直していただくのをおすすめします。アトピー改善してお肌が綺麗になった時にこうシミができていたらこうがっかりしてしまいますよね。なので今から紫外線対策をしっかり行いましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。